ただいま。あ、疲れた。さすがに腹が空いたな。何か食うものは。何もない。珍しいな。ハイジ、起きてるか？開けるぞ。ベッドには。あ、ゴンちゃん、お帰りなさい。びっくりした。お前なんでそんなとこに座ってんだ。そのちょっと電気ぐらいつけろ。すみません。具合でも悪いのか？いえ、全然。だったら飯作ってもらえると助かる。あ、腹減った。何してるんですか？見りゃわかるだろ、靴下脱いでる。なんで僕の部屋で？家の中で靴下履くの俺嫌いなんだよ。それはまあ知ってますけど、そういうことは脱衣所で。ちょっと、なんでスラックスまで？鬱陶しいから。だからってなんで僕の部屋で脱ぐんです？自分家のどこでパンイチになったっていいだろ。そうですよね、ここはあなたの家で僕は居候だし。なんだその卑屈なセリフは。そんなことより外でいきなり脱がない俺の分別と忍耐力を褒めてくれ。あ、腹減った。お、外で脱がないってそんなの当たり前だし。もうしょうがないな。うまかった。すみません、今日はインスタントしかなくて。口に入れるあったかいもんがあるだけで十分だ。そんなの最低限じゃないですか。お前がうちに来るまでは最低限もままならなかったからな。適度に人間らしい生活ができるようになって感謝してる。褒めてくれるのは嬉しいんですけど、僕としてはあともう一歩健康的な生活を目指してほしいな。やっといつもの調子が戻ってきたな。え、お前に世話を焼かれながら小言を聞いてると帰ってきたって気がしてホッとするよ。ごちそうさ。お、片付けは僕がやります。食洗機にぶち込んでスイッチ押してくるだけだ。いつもはめんどくさがるくせに。そういうやつがたまに家事手伝うとポイント高いだろ。脱ぎ散らかして歩いてた人のセリフかな。もしかしてまだお腹空いてます？いや、そうじゃない。の、これだこれ。今からお酒飲むんですか？晩酌って言え。の、なかなかいい香りだな。ほら、お前もグラス持て。あ、はい。じゃあ少しだけ。ああ、もう少しって言ってるのに。一杯くらいいいだろう。ほら、一日お疲れさん。うん、うまい。いただきます。この日本酒、辛くて美味しい。だろ？クライアントが送ってきたんだ。いいやつだぞ。ガンちゃん。ん？大丈夫でしたか？その週刊誌の。ああ、あれな。ま、あの程度なら大丈夫だろ。それならいいんですけど。で、今日黒野と真白が派手に怒鳴り合ったって？怒鳴り合ったというより、主に黒野さんが。っていうかそれなんで知ってるんです？実は地獄耳なんだ。はあ。ああ、もしかしてお前二人に説教でもしたか？別に。なんで笑うんですか？想像しちまってつい。あの二人ビビってたろ。面白がらないでくださいよ。
ああいう時は僕が止めなきゃいけなかったのに、空気悪くしちゃって。で、部屋で一人へこんでたわけか。電気もつけないで。そうです。お前は本当に真面目だな。ほっといてください。真っ白にそっくりだ。え、真っ白さんと僕が？ああ、よく似てる。そんな、器用な真っ白さんとこんな気の小さい僕が似てるなんてないですよ。器用ね。器用じゃないですか。自由で奔放で羨ましいな。なんであいつがお前たちの前で練習したがらないと思う？そんなの僕には分かんないです。そうか。ま、そうだよな。あの、ガンちゃん。うん？なんだ？その笑い方、何か企んでるでしょ。いやいや、まさか。うわ、しらじらしい。なんか落ち込んでるの、バカバカしくなってきちゃったな。の、やるな。もう一杯ください。ああ、やべ、もうこんな時間、そろそろ起きるか。うわっ、クリスト。もしもし、あかねちゃん。何？ちょっとお前、今から出てこいよ。第一声がそれ？いいじゃん、暇だろ。今日は向こうの仕事も休みだって岩原さん言ってたし。はいはい、王様のご命令とあらばどこへでも。うん、し。で、俺どこ行けばいいの？この辺ってどこだ？歌舞伎町？あ、そりゃまた結構な場所ですこと。の牛丼屋。あ？だから牛丼屋。あ、メッセで場所送るわ。んじゃない。お、いたいた。よ。どうも。邪魔して悪かったな。邪魔？シャワーの音、扉の音。耳良すぎでしょ。最近のスマホ性能いいよな。で、どこ？素敵な牛丼屋。あれ。は？え？嘘？ほんと。よし、行くぞ。どんな高級な牛丼をご馳走してもらえるのか楽しみにしてたのに。まさかチェーン店とは。スマホで注文するやつ、いっぺんやってみたくてさ。あと、期間限定60円引きって地味に得じゃね？何そのセレブとは思えないセリフ。バーカ、セレブが毎日ローストターキーでパーティーしてるとでも思ってんのかよ。にしたってさ。ああ、そうだ。さっき新曲の打ち込み送っといた。もう？早いな。そうでもねえよ。ありものでやれてりゃすぐにでもスタジオ入れたんだし。わざわざ書き下ろしなんてむしろ贅沢でしょ。まあな。お前ちゃんと練習しとけよ。ご冗談？あ、全然冗談じゃねえけど。俺が練習嫌いって知ってるくせに。何？いや、いいんだけど。それいつまで言ってんだろうと思ったさ。は？え、何？何の話？何心配してんのか知らねえけど、もう3年も経つんだしそろそろよくね。ちょっと、言ってる意味がよくわかんない。だからさ、お前ベース大好きだろ。は？何言ってんの。好きとか嫌いとかじゃなくてお仕事。じゃあなんでお前ベース片時も話さないの？牛丼屋にベース担いでくる意味ある？それはその、帰りにスタジオ寄るわけじゃねえよな。練習嫌いなんだし。
あれか、ホテルにいたからか。そう、それ。ホテルでベース弾いてた。なわけないし、昨日はあっちの現場行ってただけ。おかしいな。岩原さんに見せてもらったスケジュール、昨日は練習も打ち合わせもなかったんだけどな。だからそこは聞かないでよ。もう野暮だな。ま、プライベートで何してようが構わねえけどな。そうだよ、俺のプライバシーに首突っ込むなんて茜ちゃんらしくもない。あ、そうだ、こないだ夜中に家へ転がり込んできた時、ベースを5章大事に抱えて寝てたって。その話今終わったとこ。てっか、抱えてねえし。うちのワンコがちょっと触ったら怒られたってしょげてたぞ。クロノのやつ、触ってないと落ち着かない、寝てる時も手放せない。お前が楽器大事にしてることぐらい見ればわかる。どんだけ弾いてるかなんてさらに一目瞭然だ。ちょ、何手離して。ジェルネイルね。ま、しょっちゅう弾いてると爪割れるもんな。図星知ったような顔して。王様に俺の何がわかんだよ。なんだって長くやってりゃ愛着くらい湧く。あと、自分の楽器他人に触られんのやだよな。俺もやだ。俺もって、お前ボーカルだろ、楽器なんて。ごっそさん。まあ、うまかった。あれ、俺先出るわ。ちょっとこれからアメリカ行ってくる。ありがとうございました。アメリカ？